どうも、エルザレットです。それでは、モンスターハンターワールドアイスバーンやっていきましょう。今回は渡りの一手地に、レアな環境モンスターがいるということだったので、そちらを探していきたいと思います。ちなみに、夜が限定らしいので、夜に、氷の、一手地の、渡りの一手地か、に行くのが重要らしいです。で、出現場所としては山頂。ということで、そうだね、これもちょっと出現率が確率らしいので、本当に出るかちょっとわかりませんが、行きたいなと思います。いやー、出るといいなー。レアなんでね、まあ本当出るかどうか運次第っていうところなんですよね。出る場所としては山頂なので、吹きの塔の手に入れたところのルートを使っていくと。なのでね、移動自体が結構しんどいという話なんで、まあ、山頂までは楽しくルート確認しながらやっていこうかなと思います。いやー、出るかな？どうだろう？ホットドリンクないんで歩きながら探しますか。スタミナないんでね。さあ、まずは、12を山頂に行くんで12を目指すわけですが、で、注意点がなんかあるみたいで、なんか一度見たら目を離すと消えるっていう情報がありまして、それはせっかく見つけて逃すのは嫌なのでやめたいなと思いますが、まあ一応今回は捕まえるときにちょっと試したいことあるので、例えば石をぶつけてみるとかね。で、まず12行きます。で、ここですね。で、飛んで、さらに上に行くと。山頂を目指すわけなんで、上まで行きます。で、ここですね。危ない。これね、失敗すると、ほんとね、苦労が水の泡なんでね。さあ、飛ぶ。で、次は、これ上なんで左からですね。で、丸を押して、反対側に飛ぶと。で、虫にひっついて、奥に行くと。で、風が出てくるんで、これ登りましょうかね。風が吹いてくれればもう問題なしなんで。さあ、なぜかテトリが、テトリがついてきた。ほいっと。じゃあ、問題なく上に登って、あれ？しれっと吹きの塔出てんじゃん。そうだね。やっぱ本当に、増えてるね。情報としては、この空飛んでる子はいると思うんですけど、この子が出てるとき、大量に出てるときに一緒に出現するらしいです。一応レアも手に入れておきますか。スノーホワイト。で、ここで行き止まりじゃなくて頂上はここですね。ちなみにこっち行くとクシャルダウラの抜け殻があります。なんですが今回左側行きます。で、一見行き止まりに見えるんですが上です。さあ、ここでいるかどうかがまだ分かんないんだよね。さあ、夜に来たが、あー、やっぱ出てないか。ほんと
レアなんだね。で、しかも夜限定の時しか出ないらしいので、夜を待つっていうのがすごい大変な感じですね。あそこなんかめっちゃ飛んでるしね。あれ全部レア金やなか。そうか、でも出なかったしな。ちょっともう一回来てみましょうかね。ついでにちょっとクシャルダーラの抜け殻も見ておきましょうか。さっき見たところぐるーっと回るとここにあります。で、一応抜け殻は採取できます。朽ちた竜銀ですね。まあ、ポイントがもらえる生産アイテムなのでそこまで気にしなくてもいいかなと。じゃあそうですね、ちょっと何回かして、見つけたいなと思います。お、やっと出た。じゃあ行きましょう。一応ここから確認もできるので捕まえに行きましょう。いやー、ここまでどんくらいかかった？もう数時間まあテイク20ぐらいやってますね。で、昼夜の入れ替わりもやってるとなるともう、4時間ほどうわー、やったなー。まあ、とりあえず捕まえられるかどうか、ですね。で、今のが確認をできる方法です。たださっきのが条件が悪いと消えるらしいので、この後かけていきます。で、条件がいろいろネット出てるんですけど、基本的には低確率なので運です。ただ、まあ晴れの時かなと。あとでちょっとマップの方は、探索の状況ですね。あ、見せしたいなと。やばいやばい、焦ってる。なかなか飛ばないね。これがね、ランダム的な感じなんで。来た。いやー、時間かかるね。で、ここも。で、今回ここにレアは出てないですね。できるだけ、上は見ずに下を見るような感じでいきます。あの、上で見て、一回見ると、この、見続けないといけないんで、消えるんですよ。さ、いるのか。いたーでけー。で、こうするとわかるんですけど、実は、まだ届きません。まあ掘りながら。で、どうやって捕まえるのかっていうことなんですけど、これ届かないんですよ。危ない。画面外してしまった。で、どうするかっていうと、ですね、ずっと待ってると、向こうから近づいてくるらしいです。と言いつつ、めっちゃ遠くに行ってるんだけど、さあ、横向きましたね。いや、ここ一瞬でも隠れたらって考えると怖えな。いやー、下から見てでかいだけあるね。一番はあの左側にいるのが一番ベストかもしれないですね。ここだと確実に画面に収めれるんで。で、多分ここで打ってもいいんですけど、ここでも当たらないらしい。で、さすがに数時間かけてやったんで、今回はやりません。まあ別撮りでできたらちょっとやりたいと思います。ただまあ、でかいね。捕まえるときって赤くなるんですけど、それもならないんで、これもひたすら我慢してみるだけです。いやー、でかいなー、それにしても。さあ、なんかね、向こうに逃げていきそうな雰囲気もあるんですが、ここから一気にこちら側に近づいてきてくれます。さあ、あれ、また離れていく感じですね。
さあ、待ちましょう。ひたすらに待って、で、戻ってくると。だからこれでさっきのところ降りるともう見落とすんですよね。なので、耐えるのが結構大事です。じらしてくるよね。なかなか見つからないだけに、なかなかね、今ですね。おい、ゲット。これで月の羽衣はゲットとなります。目撃例の非常に少ない生物、月宮城がたくさん出ている夜だけにその姿が見られると。で、今回月宮城僕ほとんど出てないんですよ。で、何をしたかっていうと、これですね、猫のスキルによるものなんですが、あ、今回しかも俺猫飯発動させてないね。猫飯の、まあ戻りながら話しましょうかね。猫飯の機能であるんですけど、今回それ使わずまさか出るとは思ってなかったんでびっくりなんですが、お酒ですね、料理のお酒による、スキルになるんですけど、ユニーク食っていうのがあります。これで、猫の生物博士っていうのをすると、実は生物が出やすくなりますので、それを食って、やるといいです。なんでね、まあ、とりあえず捕まえたので一旦戻りましょう。いや、マジで、めっちゃ来ました。で、マイハウスに行きましょうか。さあ、部屋に戻ってきたので早速月の羽衣を見ましょうか。配置、床、さすがに床はだよね。空、月の羽衣もありますね。じゃポチッとポチッと音がね。で、上を見るといると。いやー、よかった。これでなんとかゲットできましたね。ほんとここまで長かったね。まあ数時間かかりましたね。で、確か勲章も手に入るらしいので、まあ、そこはね、ギルドカードとか見ていただければ一番いいんじゃないかと思います。ということで、今回は月の羽衣ですね、の捕まえ方となります。基本的に、何度も入ったり出たりを繰り返します。で、先ほど料理の紹介もしたんですけど、料理を食べてスキル発動していてちに行って見つからないで戻るとなった時なんですけど、戻る時に一番は競り合いに戻るんじゃなくて、どこか違うマップのどこでもいいんで飛んでください。で、そこからさらにいてちに行くと。で、条件としてやっぱ晴れの時がいいような感じです。で、時間帯は夜ですね。はい、右上の方に月のマークが出てます。なのでこの状態で入って、何度も入ったり出たりを繰り返してやっと出てくると。で、できるだけ、猫のスキルを発動したままとなると、この状態を行ったり来たりと、絶対セリエナ、拠点の方ですね、戻らないようにしてください。もし、お酒のゲットの方法わからない方は、別でリンクを、紹介をしてますので、そちらの方もご覧ください。では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。